ポケモン抽選パ。ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレットバイオレットの DLC 解禁までに全ポケモン活躍しなければポケモン引退。さあ対戦よろしくお願いします。今回は相手さんめちゃくちゃ翡翠ですね。そして上から4番目のポケモン見てください。塩がいます。今回は塩をはめることに特化した、翡翠ウォーグル、こちらが今回僕の中でめちゃくちゃちょっと一押しポケモンなんで、ちょっとこいつをね皆さんに強いんだぞっていうところを見せようかなと思います。とりあえずフォレトスで場を固めてからウォーグルと、まあゾロアーク以外は基本的に上取れるから、どちらかというとランドロスで一回様子見して、物理アタッカーとかが出てきた場合はまあフォレトスでゴツゴツもネット触れさせたりしてって感じでいい感じがしますね。めちゃくちゃ感じるな俺、性感帯か。さあめちゃくちゃ敏感肌のスイカさんがここで誕生してしまいましたが、相手に色あるセンスでまずマウントを取られ、マウントポイント相手の方が先にダッシュしましたね。さあアーナルドと思いきやまさかのアスガルドと出し巻きを決められてしまいましたが、ここは問題ありません。ここはフォレトス今回はゴツゴツネットも足してるんで、この氷山殺しでしたっけ、あれが接触技かどうかはちょっとよくわかりませんが、とりあえず受けは間違いなく成立すると思われるので、いっとけファルトス。氷山殺し美味しそうだね。勝ってどうやら非接触技らしい。ここはねどちらかというとステルショックからいきます。はい、これでステルショックをばらまくことによって相手の頑丈が一回潰れます。さあここで一回お名刺交換ね。さあステルショックの名刺交換から始まり、まあ平和なポケモンバトルができそうですね。毒ビシいきましょう。これで毒ビシを入れとけば、仮にウーラオスが一撃の方だった場合結構アドバンテージが稼げ、なーにアドバンテージが稼げると思いました。さあゴツゴツメットには触れていただくよ。うわー俺の培った努力がこの瞬間水の泡になるなんて、なかなかに相手さん痛いことしてくるじゃないの。高速スピン、ステルスロック、氷山おろし、あと一個技は何なんでしょうね。非常に気になるところではありますが、ここで来るのはゴーレツ、何かは分かりません。一撃ウラスか。一撃ウラオスはまあ別にいいんじゃないかな。毒ビシ行きましょう。これで相手が交代してきたとしても別に問題はないというわけですね。さあテラスタルを切ってきましたが、ここはこのテラスタルか、全然ありえなくはないよな。どうやら悪テラスタルみたいです。まあ暗黒強打は今作から75に弱体化されたんで、さすがにフォルトス一発耐えるんじゃないか。結構耐久高いし、はめっちゃカクカクやん見た今ウーラオスカクってピュってめっちゃキレのあるダンスしたよ今。お前ちょっとダンス部いけるよ、そのキレッキレの動きができるんなら。多分このウーラオスお祭り男だと思うんで、ここは多分ランドロスで熱さならしでおそらく一撃で倒せるんじゃないかなと思います。なので、ここポリトス全くまだ仕事できませんでしたが、ここでよし交代してこないんであれば倒せて、相手さんウーラオスを残さなかったこと後悔するがいい。もうこの瞬間僕はもうおおむね勝ちが確定しましたな。ウルバリン。オッケー。君がね、最初から来て、あー、違ったわ。もう、なんか、あいつはニックネーム独特なセンスで。もう、誰が誰だかが全然わからん。ここはまあ、メッサならしでいいから、もう。猫騙し、ノーマルティラスタル型ですね。で、相手のメインウェポン技、大体耐えることができるから、まあ、別に、いいですかね。辻切り。まあ、そうだよね。バーそれはバーなんよ
さすがレスタナラシ、命中が不安定すぎるよ。ちょっとさあ、急所にも絶妙に当てられて、まあ、相手さんはね、なんかそこそこ運がいいんで、ちょっとここフェイタルクローの運ゲー 50% 引かせてもらおうかな、僕も。ここマジで大事よ。辻切りとか打ってくれたらめちゃくちゃ楽やねんけどな。さあ、ウォーグルさん、ステルスロックでめちゃくちゃ痛い思いしています。ここはもう相手がタスキじゃないこと分かってるんで、オーラウィングで素早さを上げていっちゃいましょう。オッケー、まあ、これ耐えます。理由は単純で、今回のウォーグルは物流受けで育成しているというわけでございますよ。さあ、素早さを上げることによって、これでスカーフ型のクレベースもケアできますね。で、なんなら今回オーラウィング、これは皆さんご存知の通り、そう、素早さを確定で上げることができる技なんですよ。だから相手が高速移動でいくら能力値上げてきたとしても抜かすことができないというわけですね。そして今回ウォーグルは龍眼の実を持たしています。これはピンチの時に防御力が上がるアイテムですので、これで防御力を上げながら、あとは瞑想をして特攻と特防を能力値上げてしまってということで、なんとこのウォーグル攻撃以外の能力値を全部上げることができるという、もう理論上超無敵の構築になっているというわけでございます。で、羽休みをすると氷タイプが消えるんで、間違えた、飛行タイプが消えるんで氷が遠ばえております。なるほど、相手の技は最後ボディープレスか。じゃあここも普通にもう一回羽休みでいいや。で、氷山おろしは確か命中不安の技だった気がするんで、まあ相手が外れるまで首を長くして待つだけですな。身狩りで。で、まあ、この技構成見ての通りですね、悪タイプに全くもって何もできないんですよ。ただ、悪タイプには全くもって何もできないんですが、まあ、そのカバーとして、このフォレトスが毒ビッシュをすることによって、まあ、毒殺を狙っていこうということで、高い耐久を生かして毒殺をすることによって、まあ、攻撃をせずとも、まあ、倒せていけるように工夫をしていくっていうのが、一応今回の、ウォーグルのテーマとなっています。いや、さすがに身狩り割れちゃうか。まあ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 。これで、氷山おろしは、遠ばえ通るから。まあ、急所に当たっても、この調子だと全然一発は耐えれそうな感じがするんで、まあ、これはどっかのタイミングで瞑想を挟んだり、まあ、オーラウィング連打したりして、それで勝てばいいんじゃないでしょうか。まあ、そうか、なんならここ身代わりにして、相手の氷山おろしの TP 枯らしに行ってもいいですからね。なんならそれでもいいな。オッケー、対戦。ありがとうございました。なかなかにネチネチとした戦略でしたな。最後に色アルセンスマウントやめろ。たかし本気。確かに相手様パーティーめちゃくちゃ本気度が感じますね。ね、これね、相手悪タイプのポケモンがいないんで、今回ウォーグルめちゃくちゃ活躍できるんじゃないかなと思います。なので、今回先発、多分相手バサギリから来ると思うんで、そう考えるとめちゃくちゃ隙があるということで、起点作成として今回、このステルスロック毒ビシが使えるフォレトスを入れながら、最終的にモーグルで詰めて戦っていくっていう感じで戦っていこうと思います。あとは、ま、地面が一貫してるんで、まあ、とりあえずアンドロス入れとけば、ま、勝てるやろうということで、適当にこの3匹で戦っていこうと思います。よろしくお願いします。もう、タカシ本気だったら僕もスイカ本気ですよ。さあ、本気でどちらが強いかを。見せようではないか。雪の。おい、たかし、お前の本気は雪の入ってないんかよ。雪の使ってやれよ。泣きました。雪のさん、どうやらガチパには入らないらしいです。いやー、本当に、ポケモンってプライドを捨てると本当にことごとくポケモンたちがいかつくなっちゃうから、なんとも言えないゲームですよね。さあ、岩石アックスが結構入ってしまいましたが、この瞬間相手のタスキを潰せましたので、毛頭問題なし。あとはここでジャイロボールで結構ダメージ削ることによってトンボ返りを誘発していきたい。ステルスロックばらまいて、でこれでバサキリは確実に倒すことができますね。オッケー、バサキリをね倒すことができてしまえば、これね、ウォーグルでほぼほぼ起点にして勝ちうるので、ちょっとそれも狙っていきたい。で、これで大ニューラがタスキ持ってたとしても、これでタスキも剥がすことができたし、まあ、あとは毒ビシでいいでしょう。オッケー。じゃあ、お互いムシムシしながら、いちいち交換といこうじゃないか。いちいちムシムシ。さあ、バサキリさん、
ポレトスとかいう何とも言えないポケモンにやられてしまって、どんな気持ちで。ハッサムにならなかったから、こんなことになってしまったんやで。ヌメルゴン、なるほど。ヌメルゴンはね、これ、いけたんじゃないか。ちょっと相手の出方がわからないっていうのはありますけど、相手が立てこもるボディプレイ型だったらほぼ勝ちやぞ。ちなみに言うと、ここ一回瞑想から入ります。これで、アタッカーだったとしても冷凍ビーム10万ボルト、一発は耐えることができるはずです。メガネじゃなければ。うぇーい、立てこもっていく。ってことはボディプレスは確定なんですが、皆さん、ゴーグルはエスパー飛行タイプなんですよ。なのでボディプレスは4分の1しか入りません。で、効果の今一つなんですが、ウォーグル実はですね、特性色眼鏡なんで、なんと鋼タイプに対してエスパータイプ半減なんで、威力は 0.5 倍になるはずなんですが、この特性のおかげで、等倍で出すことができるんですよね。なので、瞑想を積みまくれば、あとはゴリ押しがいくらでも、聞くことができるよというわけです。さあ相手は立てこもるでフルで積んできましたが、僕のボーグルもね結構防御に振ってるんで、ヌメルゴンがどんだけ防御が高かったとしてもそれは残念ながら意味をなさないぜ。ボーグルの鳴き声5世代の中で結構シンプルな方でめちゃくちゃ好き。なんか5世代のポケモンってさ、めちゃくちゃ鳴き声複雑なの多くないですか。なんかこれ5世代で印象的な鳴き声のポケモン誰一人いいひん気がすんな。なんかいます皆さん、印象的な鳴き声のポケモン。もし5世代で印象的な鳴き声のポケモンいたらコメントでください。いやダイパやったらさ、めちゃくちゃいるじゃないですか。チキ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 プーンとか、ヒューヒューヒューとか、なかなかに印象的な鳴き声のポケモンが数多く多くて、結構記憶に残ってるやつがたくさんいるんですけど、5世代は本当になかなかいませんね。さあリュガノミで防御力をさらに上げることができたので、これでボディープレスも全然身代わりを残して耐えることができてしまうね。あ、楽しいこれ。待って、このボーグルめちゃくちゃ楽しい。相手の後ろこの調子でいくと、アクテラステルがないともう止まりませんね。いやー止まんねー。さあ眠るしてきましたが、君は特防を上げる手段がなければ残念ながらウォーグルを止めることはできんよ。なのでこの通りよりですね、本当に悪タイプがいなければこのウォーグル全抜き性能が凄まじいんで、皆さんぜひですね使ってみてくださいね。これね、積みアタッカーでね結構弱点になりがちなんが、この素早さの遅さが結構弱点になりがちなんですが、ウォーグルはこのオーラウィングっていう攻撃技のおかげで素早さを上げることができるんで、そこから上から身代わりをして様子見をするとか、そういうこともできたりするんで、まあそれが何と言っても強いですよね。まあ、ガチグマも、まあ残念ながらもう、時すでにお寿司ということで、オーラウィングの餌食になってもらおうかな。なんか相手さん、翡翠のポケモンたくさんいるんで、これをきっかけで、ボーグル使い始めると面白いですね。これが、スイカの本気です。あとはオーラリングで全抜きしようではないか。あ、ありがとうございました。さあ、対戦相手の方は謎の韓国人の方ですね。これさ、割とウォーグル通ってると思うんだよな。え、スイカさん。いや、パオジアンとイーユイっていう悪タイプ2連構えしてんのに、それでもなおウォーグル出すんですかと。ちょっと思われるかもしれないんですけど、いや、ちょっとね、これ、クレセリアに結構強いんですよ、ウォーグルって。なので、ちょっとウォーグルがいないと、逆に言うとちょっとクレセ無理なんで、今回は先発に、まあ、ランドかラブトロスの、まあ、ジジイかババアを使ってですね、最終的にウォーグルで詰めていくっていう、そういう動き方を取っていこうかなと思います。まあ、ジジイ使うとね、このランドロスで突かされるのが結構嫌なんで、初手はラブトロスから行って、あとはフォレトスで毒虫ばらまき要因として使いながら、鳥さん、行っとこう。さあ、対戦、よろしくお願いします。あー、ハングルわからん。おお、ルアーボールからイーユイ出てきた。相手さん、センスありますね。それ、釣ってきたんかな。旗から見ると、ただの土佐キントにしか見えんぞ。さあ、今回私のラブトロスはコダリスカーフを巻いてます。ただ結構素早さ落としてるんで、もしかすると、スカーフイユに全然上取られる可能性があるんですよね。
なんならバカリキで倒せるかも結構怪しい。まあ、バカリキで飛んだら、これ土佐キントですね。うおおい、ラブトロス。やっぱり化身フォルムは攻撃特攻が共に高いから、両刀にしやすいですね。あと、解説が遅れましたが、今回、私ラブトロスは穴の弱です。ランドロス！おお、威嚇で攻撃が上がっちゃうね。このようにですね、特性天の弱は、この能力の変化が逆転します。つまり威嚇は攻撃が下がるんですが、ラブトロスの前ではむしろ攻撃が1、3回上がる、積み技になってしまうというわけですね。で、バカ力も同様に、なんとビルドアップを積みながら攻撃をするっていう、なかなかの暴挙に出ることもこの瞬間できてしまうというわけですね。さあ、ストーンエッジをされてしまいましたが、ここ、まあ、テラスタルは別に切らなくていいかな。まあ、最終的にウォーグル、ないしにフォルトスで、まあ、どうにかすればいいと思ってるから、ここも普通にラブトロス切りでいいですね。いや、まあ、残すでもいいかな、なら。フォルトス、バカリキでいいや。バカリキ切ります。なるほど、相手さん、うまいですね。これ多分、飛行テラスタルだと思うんですけど、このストーンエッジだったら命中不安定技で、なおかつ他に多分地面技とトンボがいいだと思うんですよ。だからそれだとラブトロスを倒すことができないから、このテラバーストにすることによって、まあ、命中安定でなおかつ、まあ、確実にラブトロスを仕留めることができるから、まあ、テラスタルを切ったって感じがしますね。うまい。さあ、ここで相手の後ろが誰かだよな。まあ、順当にって多分これね、後ろ湧くタイプなのかな。パオジアンなんかいなさそうな気がするんだよな。パオジがいたら、ちょっとフォレトスで最終的に受けで使っていくのが強い気がするんで、ここウォーグル行っちゃいましょうか。で、ウォーグルで、ここでオーラウィングで素早さ上げることができれば、仮に後ろがサーフゴーだった場合が結構有利になるんで、ここはそれを狙っていきましょう。あー、パオジアンいんのかな、この流れだと。いや、ハングル分からんねんな。クレセリア。さあ、クレセリアさん。どうやら、ウォーグルでは絶対に勝てると思うかもしれませんが、不可能だぜ。うわあ、クレセリアさん。もう、ウォーグルの身代わりを突破することができないね。冷凍ビーム持ってるか分かりませんが、まあ、冷凍ビームがあったとしても、あと月の光でしょ。で、瞑想があったとしても、あと僕がここでテラステルを切ってしまえば、冷凍ビームが等倍で通ってしまうわけなんで、別にどうってことないっていうわけなんですよ。で、相手は最後キリシスということは例にないですね。あー、もう身代わりを壊すことができませんね、クレセリアさん。さあ、僕もね、オーラウィングワンウェポンで、クレセリアに半減の中、ご了承しないといけないんですが、特製色眼鏡というものを持ってまして、本来は半減のタイプに対して、なんと等倍でオーラウィングを打つことができるんですよ。つまりエスパーに対しては半減なんですが、色眼鏡のおかげでオーラウィング等倍で通すことができるということで、クレセリアのご利用しも可能というわけです。今回の戦績は19勝13敗の勝率 59% で収まりました。いや、今回ね、めちゃくちゃ長丁場になったんで、今本当にめっちゃ疲れてるんですけど、長丁場になった原因として、まず第一に挙げられるのが、このランドロス。まあ、今回もめちゃくちゃ強そうに、ちょっと出させていただいたんですけど、熱戦の嵐ってまずが、実はね、命中80で、結構、命中不安定なんですよ。命中不安定で、外れてしまって負けることが、まあ、大体5試合から10試合ぐらいあって、それで満足いく動画がちょっと撮れなくて、それで結構試合がいっぱい稼いでしまっていう結果になってしまいました。あとはモココがデンジャー結構外したりと、運の下振れもまあそこそこあったりして、それもちょっと悪かったのかなという感じではあります。まあただ、まあ今回はこの新規ポケモンたくさん使えたということで、まあ皆さんにも、まあ新ポケモンどういう動きをするのかなっていうのも、まあ、見せることもできたんで、まあ、結果として良かったんじゃないかなとは思ってます。はい。まあ、そういうことで、まあ、しばらくはカジュレバトルで、試合続くことになると思いますが、次回の抽選パもぜひよろしくお願いします。